久保さん。IT リテラシーね、大事ですよね。IT リテラシーね、大事ですよね。まあ、今回、節約にしましょうか。節約。節約。うん。節約って久保さんしてます多分久保さん、まあ、節約という概念なのかわかんないですけどね。まあ、一般的に節約って言われてるものですね。あのー、まあ、僕もね、節約してますね。節約というか固定費。 上げないっていう節約ですね <laughs> 固定費をできるだけ上げないとうーんあのねここの節約ですごく大事なことが節約しながらあのしっかりとお金を稼いでるのかっていうのが大事なんですよまあ、ちょっと当たり前すぎるかまあいいやみんなね要は節約でお金を増やそうとしてるんですよ まあこれだったらちょっと伝わってるかな。みんな節約をして、まあ本も出てるんですけども、節約して、主婦が節約をして、何年節約して貯めて、マイホーム買いましたとかね、節約をしてお金をた、ま、貯めましたみたいなね、よく話があって、節約すればお金貯まるんですよみたいな話があるんだけども、まああれは間違いではないんだけども、間違いであると。いや、節約しかしてないのって話なんですよ。いや、節約してかしてなかったら、 そのスピードが変わらないってことです例えば、まあ、あの、限界値があるわけですよ。じゃあ、手取り20万だと仮定しましょう。手取り20万円で節約をしてすることによって、毎月5万円をね、まあ、その節約をもっと切り詰めて、7万円、8万円にしたとしましょう。節約術を学んでね。 7万円、8万円、9万円、今まで5万円を貯金してたけど、そうすると節約術を学んでね、節約をし、もっともっともっと節約をして、それをプラス3万にしました。じゃあ、8万円、昔まで5万円だったけど、8万円、9万円貯金できるようになりました。もう半分貯金してますみたいなね。でもね、はっきり言って、その20万円以上節約、あの貯金できないですよ。<laughs> まあ当たり前なんですけどね。 だから逆に言うと、節約もするし、お金を稼ぐっていうこともしていれば、節約プラスアルファはお金もこっち入ってくるわけですから、このスピードはね、しかもこっちの、まあね、まあ僕たちはね、ビジネスやれって言ったわけなんですけども、ビジネスをやってね、こっちで10万、20万、30万、40万、50万、100万稼げるようになればね。いや、めっちゃたまりじゃないですか。しかもスピードはね、それはもう、なんだ。 あの早くけけるわけですよ久保さんがね、3年三年で1億3000万ですかじゃあ、サラリーマンの人が3年で1億3000万の貯金できると思いますか手取り20万で。もう一度ますね。手取り20万で3年で1億3000万の貯金をできますか無理ですよね <laughs>。無理なんです。 だ別に否定してるわけじゃないんですけどそ、その節約をしてお金を貯めるっていうことだけであるならば、もう時間をかけるしかないんですよ。圧倒的に、10年、20年。だこの前ね、投資詐欺に騙されましたで、1000万とかしましたっていう人いたんですけど、その人ね、10年貯金したんですよ。10年。<laughs> 10年間かけて1000万ですよ。で、久保さんはね、3年で1億3000万です。どうですか このスピード感。あなたがね早くその大きなお金を手にしたいとかねそう思わないんだったらいや別に貯金でいいと思うんですけど早くそのサイクルをしたいんだったら収入を上げるしかないですていうか収入を上げることを考えるところですねだから貯金をすることより100円の貯金をすることより300円どうやったら稼げるかを実践するべきなんですよ久保さん1000円今日入ってましたよ 最近案内してないんですけど、ね、あの、みんなの銀行入ってましたね、今日、1000円。これだから、あれだな、みんなの銀行ふ、ふ、増えましたね。はい。今日1000円入ってましたね。これ何ですっけなんか案内してないけど、1000円9月7日。今日1000円。ちょっと見せましょうか、9月7日。 ちょっとピント合わないかもしれないですけど。ピント合わないですね。まあ、とりあえず今日入ってました、1000円。で、節約ばっかりしててね、100円、200円をね、こう削るっていうことをやってるじゃないですか。これ1000円増えてるわけですよ。<laughs> ね。だからその、なんだろうな。100円を節約することも大事なんだけども、 このじゃあ200円、300円を自分で稼ぐためにはどうすればいいのかっていうのを常に考えて常に行動していくっていうことが超大事ってことです。だから100円を節約,100円を節約する思考よりもっと大事なことがその例えば100円でもいいんですけどじゃあ 100, 100円に合わせましょうか100円を節約することを考えるよりその100円をどうやったら自分で稼げるのかっていうところですよね。 そ,うそれを考える方が僕は上だと思います。で、こっちをや,やるべきだと思います。節約を否定してるわけではないけれども、それよりもっと考えた方がいいよっていうところが、100円を節約するより、100円をどう稼ぐかを考えるべきであるというところですね。もしまあ、一番いいのは300円稼ぎとかね、1万円稼ぐとかね、まあちょっと上げてほしいんですけど、そこはね。うん。まあ、それがあるといいんじゃないかなと思いますね。はい。いってらっしゃい。